浅野先生正直可愛くない。まあ、可愛いんじゃない？綺麗なんじゃない？知らねえけど。俺が好みじゃねえだけで。あんまりなんかさ、直接的なさ、容姿に関してディスるとさ、女ってすげえマジでさ、影ではすげえ凹むじゃん。だから言いづれんだよね。俺あなたの豚っ鼻がマジで好きじゃなくてさ、本人の前で言ってやろうかなと思ったんだけど、やっぱなんかでも女の子だし、あんまりネットで言うのも良くねえなと思って。俺ダメなんだよ。それさ、女の子の、なんか見た目の弱点みたいなのを見つけるのがうまいの。だポッて言ってみ。俺すぐ一瞬で出てくるから。悪いとこばっか出てきちゃうんだよ。宮里愛、石みたい。なんか。あ、ミャコさんか。ミャコさんはねえな。なんだろうな。ないんじゃない？マジで。今パッと出てこなかった。だから、上位に。いや、その、美人だって佐々木希とか言われたらさ、出てこないじゃん。いるじゃん。もっとえぐいやつ。えぐいやつ。くれよ、えぐいやつ。可愛いやつじゃん、な、あれになっちゃうじゃん。負け惜しみになっちゃうじゃん。男でもいいぞ。俺、人のなんか容姿の欠点。もこうって言ったら、あれの、あ、顎がねえとかさ。大久保佳代子、ほうれい線。俺、すぐ出てくるから、マジで。大久保佳代子、ほうれい線。が、ウィークポイントだと思う。うん、ユカチは乾燥肌。隠しきれない。ただファンデーション相当高いやつ使ってんだよ。乾燥肌。平林美希は前歯。口閉じて、もうそれ俺しかわかんねえだろ。あれすげえ可愛いんだよな、ゴロちゃんがさ。あのゲームスプラトゥーンとかやってる時に口閉じてんだけどさ。左の前歯だけちょっと出てんのかさ。もうたまらなく愛しかったわ。そこが好きだったと言っても過言ではない。そこを愛せるかどうかなんだよな、結局。男のこの器量というか。そこなんだよな、結局。良さが出てくるのは。小動物みたいでマジで可愛いよな。小動物みたいで。世界の逆って顔知らねえわ。多分デブだよ、あいつ。デブ。今日はあんまりエンジンかかってないから、たまにはいいじゃん。だ無理してテンション上げてもしょうがねえよ。松本人志はなんか溶けてない？なんか、顔が。なんか、溶けてない？ただ、なんか焼けただれてない？べちょーっつって。あれ溶けてるよな？抹茶の顔。昔はキリッとしてたのさ、なんか溶けかけてきてない？俺人のなんか容姿の弱点すぐわかるんだよ。俺は好みの顔してるけどな。向井治の欠点、俺マロン、生主の女のさ、マロンと向井治と、韓国のさ、12年前にやったグエムルの、グエムルっていう映画に出てくる化け物の違いがわかんないわ。なんかナマズ顔だよな、あの辺ってみんな。ナマズみたいな顔してない？俺向井治すげえ好きだけど。綺麗なナマズみたいな。わかるだろ？佐藤健の毛ってなんかゴツゴツしてんじゃん。あれすげえゴツゴツしてねえか。年取ってから生えてきそう。うめえだろ、フォローも。俺日常的に言ってるから、ちゃんと。うきょちはなんかね、今日さ、俺、生放送開始したの遅れたでしょ。なんかね、10時からうきょちが生放送やってて、あいつの声聞いたらほんと気持ち悪くなっちゃってて。それで1時間遅れたんで。この場を借りて謝罪申し上げます。最近マジダメなんだよ。ほんとに。アナフィラキシーショックみたいな感じで、あいつの放送見ると、ほんとに具合悪くなっちゃって。じゃあ、あれなんだよ。あのさ、自分の金玉の裏の匂い嗅ぐのと一緒でさ、あいつ大嫌いなんだけど俺。なんかやってたらさ、ちょっとなんか敵情視察じゃねえと。なんか見ちまうんだよ。はい、皆さんでね。で、声に食当たりしてすぐ消す。一人で機嫌悪くなる。なんだよこいつ、つって。やめちまえ、聞こえなまって思いながら。じゃあ俺さ、マジでさ、これ悪口じゃない。悪口じゃない、なく聞いてほしいんだけどさ、絶対的なブスじゃん、ウキョチって多分。なんかね、俺、なんか、コミの掲示板かなんか、暗黒掲示板かなんか見てたら、ウキョチが顔出ししたよーっていうのがあって、俺生で見たことないよ。そんで、あ、顔出ししたんだと思ってパッて見たんだよ。そしたら、あの、スノーっていうアプリ、可愛く映れることで有名なスノーっていうアプリでウキョチが顔出ししてて、ものすげえブスだったのね。イエーって、スノーであんだけブスに撮れるやつなかなかいないの。
ババゾのクラスのブスだったの、本当に。マジで、スノーでブスになるのって相当難しいじゃん。だけどさ、声めっちゃ可愛いんでしょ多分。正直普通に言うわけない。でも、別に彼女はそれで言ってるわけじゃないじゃん。あれ、ババゾロのいい方だっけ？あ、スミタか。